第5試合タッグマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー国本210パンチ、ブルー中野、同じくジャングルジャック3AA 世界シングルチャンピオン230パンチ、アチャコン。赤コーナー175パンチ、井上京子、同じくデンジャラスクイーンアスカトラスオリエンタルスオールパシフィックチャンピオン155パンチ、北斗の明レフィー村山大地。さあ続いては注目のタッグマッチ、全日本女子プロレスが誇るビッグ4がそれぞれねタッグに分かれて、これは面白そうなタッグですけれども、北斗井上京子組対ブルアジャ、どうですか斉藤さん、まあ、ワクワクしますか。そうですね、まあそんなワクワクそんなワクワクしない、ゾンジビームじゃなくて、うん、名人芸を楽しむっていうもんじゃないですかこれは。なるほど、ええ、そんなになんかライバルとか遺恨とかそういうのはないですよね、じゃないでしょ、はい。あと、いきなりリングを飛び出したのが、これが倒し打ち、しかしコラレットの強烈だ。ブルーとアジャがチームですね。そうです、北斗と京都、結構持ち合いやすいですね。そうですね、はい、さあそしてその北斗と京都の連携というのもこれも面白いんですが、しかしアジャが2人まとめて投げ倒しました。アジです、今のは割とやる形ですよね、うん、よく見てましたね。今日は発射部に落ち着けました。アジャがここまでまた豪快に椅子の海の中に放り込んでしまいました。傘ですね、これは昔の悪役みたい、うん、そうですね、なかなか久しぶりに出ましたね、傘とかね、そこら辺に靴とかね、まあ椅子はあるんですね、競技に向かっての、やはり場外戦でちょっとこのブルアジャに、ね、立ち向かえるのはちょっと難しいでしょう。そんなにね、まあ、場外でやんなくてもいいんじゃないですか。うん、まあ、お客さんもね、ちょっとリングで、リング内でね、すごいやつを、すごいのを期待してるんでしょうね。当然やっぱこの人たちがやると大技が大技って感じしますよね。豪快ですもんね、もう説得力もう 100% から北斗とアジャ、戦いも非常に魅力的ですけれども、トヨタ選手今の形の実績ってもらってますか。あ、まだあんまりやられてないことない。そうですね、実績って結構嫌なもんですよね。嫌ですよ何やっても嫌ですよ、やっぱり、うん、アジャの技って細かい技一つ一つがもうとにかく全部痛そうですね。実績にしても地獄好きの人もね、ファストブル、うん、巻きつけるな、やったブル選手、やっぱり体重戻った方が、うん、ブル様らしさがね似合いますね、はい、おっと、珍しくキックを浴びせてきました。あ、今日は何かブル様怒ってますね、うん、どうしたんでしょうか、もうなんか初めからもグイグイと、あっと出ましたね、最近この技に凝っているというリバースの DDT、 これはメキシコでバンピーロカサノバ選手という、はい、得意技でしてますよね、やっぱりちゃんと持って帰ってくるんですね、うん、ブルさんのようなロックキャリアのある人で、まだまだ改良の余地があるというふうに、ね、本人は言ってましたけれども、いずれはこれをフィニッシュホールドになんていうことも言ってましたが、あ、そうですか、トツさんどうですかリバース DDT なんか言われたくないでしょ。すごいですよすごいですか、あれじゃないです、体が後ろに反らされてって言いますよね、それで思いっきりもうガンって受け身が取りづらい、受け身なんか全く取れないですよ、うん、もうやられるまんまでもう頭から真っ逆さまに押される、そう言ってる間にウルー様のものすごいスパート、マリアット、そして流れるようにギロチン、やはり
これも最近対するかかと蹴り、かかと落としですね。さあ1点したカードはクラッチ。今日はかなりやっぱり大会場でブルとアジャがこのところ組むことが非常に多いですけれども、連携いいですね相変わらず。そうですね、本当はブルとアジャって敵対してたっていうか、はい、赤いベルト争った2人じゃないですか。でもなんかそういうのが終わって一応卒業してまたタッグを組むのが割とあんまり不自然じゃなくなっちゃったんですよね。そうですね、普通に見えちゃう、ね、うん、いずれにしても無敵だというこのイメージは変わりないわけですけれども、ちょっとブルとアジャで負けそうな気がしませんからね相手がいないっていう感じですか、今の京子と北斗のタッグというのはこれすごいんですけれども、さすがにここまではちょっとボテボテ姿勢になっている感じが否めませんけれども、今日はだいぶボンビーバトル長い間捕まっています。さあこの山本さん、あーっとしかし地獄突き一発、一つ一つの技が本当に重たい。アジャ、あーっとこの辺はもうぶちゃばりのね、毒あり殺法なんとは2ですけれども、そのうちまたあのなんかぶっちゃぶのこういうからきますね、きますね、きっとね、そろそろ出そうですけどね、あれ嬉しくなっちゃうんですね、会場の皆さんもね、なんか期待してるかもしれませんが、あっこれは来るな出ましたね、ぶっちゃだった、あそしてエルボー、落差が強烈、体重のかかり具合もバッチリという感じでしたが、陥没ちょっと強固捕まってますね、そろそろ北斗にタッチしたいところですが、強固も北斗もだいぶこれ、北斗はね先日カンドリに外された方、そして強固も肩を痛めているということで、ちょっとこのお二人その辺り若干のハンディがあるかもしれませんが、長期戦になって影響をしなければいいんですけれども、うわっ痛そうですね、思わず豊田さんもはぁというふうにあれは食らったことありますよね、ありますよ、ないでしょう、アジャのキックって重そうですもんね、あのバットとか山田の蹴りとかどうですか。そうですね、なんて言い表したらいいのかなやっぱり質が全然違う、それぞれ本当質は違うんですけども、やっぱりそれぞれすごいですよ、これもあーっとこれはうまい、やっとタッチしました、デンジャラスクイーンの登場です。このところ絶大なるカリスマ性人気を誇る北斗、北斗出てくるとムード変わりますよね、はい、もう会場がね一気に北斗抜きすごくなっちゃった、そうですね、北斗、この辺もブルーアジャ相手に全く、しかしやはり真っ向からねパワーで体当たりというのはちょっと辛かったか、あそしてブルー、あうまい、あなんとは木固め、この辺は、ね、一連の対カンドリ戦でこの辺り意識してるんでしょうか、なんとブル様には明け固め、しかもラリアットを切り返したの、リング中央がっちりと決まっています。やはり体格差がありませんのでね、こういった技で先方としてはやっぱりやっていくんでしょう、北斗、そうですね、ラリアット返して明け固めっていうのは割と新しい感じしましたね、ねえ、なんでリング中央、さあここでそして今度はなんとこの大きなブロージャーマンスープレックスのカウント、割と簡単に投げちゃうからすごいですね、すごいですね、しかしちょっと北斗だいぶ膝も悪いみたいですね、膝痛めてるんですね、合ってるのもこという感じですが、大丈夫でしょうか、京子もしかしパワーありますね、あすごいですね、うわブルはあのスピードでアプローチ、本当にファーファイターですね、ジャックバックブリーカー、ヘリコプタースラムって言うんでしょ、このままね、2周ぐらいしてね、かっこいいですよね、しかしこれブルーを、そうですね、痩せたって言ってもまだかなり体力ありますね、
本当ブルー選手に対しては本当に普通の方のように持ち上げたりしますよね。そうですよね。いやこれは綺麗に決まっています。ロアベのスペシャル、この表情、苦しそうな表情はブル。そして今度は顎を持って完全に決まってますが、ここで崩れました。本当にパワーがありますね、この強攻。テクニック、スピード、パワー、すべて兼ね備えた非常にオールマイティなレスラーですけども、しかしブルス様も今日はずっと持ってはいない。そしてさあ、お約束という感じですか。カーモンチャック見せますね。本領を約束という感じでした。そしてウルアザの恐怖の合体ラリアットですけれども、カウント2。ちょっとホクト苦しそうな表情です。さあ、アジャとホクトの絡みになりました。あ、これも強烈。そしてこの後ね、日差しのエーマンです。こういう風に来るわけですけれども、これ本当に必ずやるレパートリーになっちゃいますね。見えますよね。すごいパワーですが、豊田選手もこれ何度も振ったでしょ。ありますね。あとずっと前なんですけど、はい、これやられた時にちょうどぶつけられて、コーナーにぶつけて乗せますよね、その時にちょうどあのすねのところが、あの鉄柱に当たっちゃって自分は穴開いちゃったんですよ。で、5針ぐらいちょうどベンチのところ穴開いて5針ぐらい縫ったんですよ。すねぶつけちゃって、そうなんです。すごい痛かったですよ。すねぶつけて5針に入っちゃう。穴開いたっつったよね。穴開いたんですよ。あの白いなんか骨骨膜みたいなの見えたの。そんな露骨な話を。痛かったでしょうね。すねなんてちょっと机の角にこっちみたいなのつけても、すねで痛いじゃない。痛いね。鉄柱っていうのは結構すごそうですね。痛いですよ。アジャのあの評価はございます。そういうとこでも足開いてないとダメですね。痛いんだ多分。でもカバーしようがないですよね。本当にデンジャラスな技ですよね。今度は一つ机に、やはりこの北斗強子組ちょっと試合のペースなかなか自分の方に持っていけない、そういう展開が続いています。リング上ブルとアジャ、ちょっとまだ余裕の表情ですけれども、おっとおっと、そろそろ怒り爆発、デンジャラスクイーンの名に恥じんですね。ファイト後半は期待したいんですけれども、なんか北斗のしゃべりもうちょっと聞きたいですね、うん、ええ、お返しお返し、ヌンチャクのお返しというところにして、こう独特を持って、ブルさんとの睨み合い、お、足、力で対抗、エルボーとして今度は強固にタッチ、おっと、お、これは3人がかりという感じですけれども、そして、北斗トップロープから徹底的に、まあ、これはね反則ですけれども、かなりダメージはあったかと思いきや、ブル様全く動じずの円錐ラリアットで返しました。そして連携、しかし、うっ、あ、得意のトペレベル差に行こうという強固でしたけれども、これはさすがに見ていたブル。そして飛んだ、股間がトペしてくるわけですからね、もう破壊力十分、2人をまとめて投げ倒しました。さあ、そしてリング上パワーボームカウント、いやー、ないほとんど決まってたね。ほとんど決まってたですね、今みたいな。もうレフリーの手がもうリングを待ってスレスレをかすりました。さあ、しかし北斗が、北斗が読み上げたが、しかしこれを食ってしまったら、強化寸命のところで弾んで立っちゃうところが好きですね。すごいですね。あっと、これもトリッキーで首を回るくなる、いやー、一瞬の、ま、固め技、一発逆転を狙った強子でしたけれども、カウント押し込もつ、あ
ボディスラムからどうでしょう。ポンポンと飛んでダイビングエルボー、しかし飛ばさせない。いやー、ジャが出てきてしまった。そこで止められちゃうっていうのはちょっとね、辛いですね、いやお客さんも当然期待していたんでしょうけれども、アジャこれもかわした。もうそうやすやすと、やすやすとね、はい、2つ技を決められない状況になってきましたね。今度もできますか。今度は誰にも邪魔されずにいった。アカウントお互い得意技を出してきました。さあ今度は北斗だ。北斗はトップオープラー、しかし大事さ、まともにいっては一筋縄でいかないこのアジャブル。わっとバックを取ったが、ブルとアジャが一緒にリングの中にいるともうどうしようもないですね。わーっとセカンドロングからダイビングボディープレス、これはもう返せないか。やはりしぶといと北斗も、今度はじゃあ何をするんでしょう。流れ式のあっと危ないぞ。あ、これはうまく返して丸め込んだが、そうですね、この技はジャパングランプリであれですか、アジア選手がね、勝ったと思います。そうです、去年もアジアからね、ボールを取ったというあれですけれども、回転エビですけど、落ち方はパワーボールみたいなもんですよね。そうでしたね、あそこから落ちたらセカンドロープ、足をかけてるところから落ちるわけですからね、アジアの方はダメージの倍増ですけれども、やはりブルーアジアの勝ってのタイミングとかいいですね、かなり連携が。うん、しかし、このまま速い。あー、しかし、スピードが、パワーがスピードに勝ったという一瞬でしたけれども、あ、この辺もうまいぞ。しかし、テクニックがある、強子、監督。あー、お互い。あー、そう、あー、そう、あー、裏剣。何か崩れた感じで裏剣が入ってしまった。危ない。もうヒットしましたね。どうぞ大丈夫でしょうか。殺人フルコースに行ってしまうのか。ピロチートップもろに決まった。ピロチもう一発アジャが出ましたね。ダメ押しのダイビングエルボー、外せないでしょう。ジャパングランプリ93ブルーゾーンの公式戦、豊田真奈美選手に来てもらいました。今日は相手がですね、 JWP の福岡光選手ですけれども、はい、心構えはどんな感じですか。そうですね、やっぱり自分と似たような技を使ってるんで、うん、やっぱり豊田の方がすごいって言われるような試合をしたいと思います。そうですよね、はい、特に今2勝1敗ということでもう負けられませんから、ぜひ今日頑張ってください。はい、頑張ります。そしてこちらは青コーナー JWP の福岡光選手です。今のところ2連勝と非常に波に乗っている感じなんですが、この全日本女子で戦いをやってみてどんな感じですか。いや、みんなまだ2回しかやってませんけど、うん、すごい選手がいっぱいいるんで、うんうん、私もなんか本当に頑張らなければダメだなって実感は湧いてます、うんうん、何かこう刺激になる部分ってやっぱりあります。あ、それはもう本当あります、うん、はい、さあ今日は豊田真奈美選手なんですがね、うん、はい、どうでしょうね、相手にとって、私がどこまで本当にガンガン負けないで対等にできるか、多分お客さんとかも見ると思うんですけど、うん、そうですね、もうとにかく自分に負けないでもう先手先手って頑張っていきたいと思います。期待しております。はい、本日のセミファイナルジャパングランプリ93ブルーゾーン公式戦30分一本勝負を行います。青コーナー JWP145 パンス福岡ひかり。
赤コーナー UWA 世界タッグ並びに IWA 世界女子チャンピオン150パウンズトヨタマナブレフィー村山大地。さあいよいよセミファイナルジャパングランプリ93公式戦ブルーゾーン、注目の、まあ、ここにねトヨタ選手がいるわけですけれども、もうこのね一戦は先ほどねお客さんみんな楽しみにしてたと思うんですけれども、先ほどねお話にもありましたけども、だいぶ福岡選手の試合なんかね、慎重に見て研究はしていたということですが、そうです、でも、やっぱりやってることって自分とほとんど一緒なんですよね、いきなりぐるぐるパンチっていうのね、トヨタ選手の方がぐるぐるパンチやってみたりとかね、面白いですね、結構楽しんでたんですね。あ、出ましたね、これですね、ぐるぐるパンチこれはあの人のもんでしょうね、そうですね、やっぱこういきなり一発でやられたもんで、あ、そしていい大きな、さらにやはりロープワークとかね、そういった意味では1枚も2枚も上かなという感じのトヨタ選手ですから、おっとこれは脇固め、慌ててロープエスケープ、もうこのねお互いこの福岡光選手はトヨタ選手にね呼ばれてというお話が有名ですけれども、同じようにこの日は黒の黒ずくめのコスチュームで、どっちかどっちだかちょっと分かりにくい、分かんないですね、見てる方もあるかと思うんですけれども、まあ、右の肘を痛めてちょっとぐるぐる巻きにしてるんですが、自分は後で知ったんで痛めてるのは分かったんですけど、後で聞くと剥離骨折してたみたいですね、これは試合中は全然意識しなかったんですか、自分は痛めてるっていうのは知ってたんで、そこをちょっと最初攻めてみたんですけど、そこまでひどいと思わなかったんですよ、やっぱり AWP の試合もありますし、なおかつこのジャパングランプリ参戦ということで、記録もかなり止まっているというところですけれども、出ましたね、トヨタさん、美しい、これ美しいですね、形ね、釜固めなんだけど、さらにこう腕をねフルネルソン尻に決めて変形の釜固め、なんていうんですか、これ釜固め、釜固めですか、そうですか今顔2人とも見えましたけど、やっぱりトヨタ選手の方がちょっとだけお姉さんに見えますね、年は変わんないんでしょ、でも年は何日か上ですよ、向こうの方が、なんかそうらしいですね、なんか変にすれてません、自分ってなんか嬉しいですよ ね、お姉さんに見えちゃいますね、そうですね、まあ、もちろんねレスリングのキャリアという意味では当然トヨタ選手の方がなんか意地悪のお姉さんみたいなのですか、なんかね福岡選手はね割と二回りぐらいちっちゃいんですよね、トヨタ選手、そうですね、背はちっちゃい、でも向こうの方がちょっと厚みがある、厚みがあるんじゃないですか、おっとこれはねよく使うコルバタ、メキシコ殺法ですけども、あと2発目はちょっと崩れかけたが、トヨタよく見ていた、でもしかし足を取った、起き上がってすぐに来ますよね、ああやって、もうやっぱりがむしゃらに行くしかないというふうにね、まあ、言ってたんですけども、やっぱりがむしゃらに行ってほしいですね、歯食いしばった顔って似合うんですね、この人ね、一生懸命さがなんか伝わってくる、涼しいですね、割とね、感じ的に、まあ、一連の東北、北海道の、ね、サーキットですので、まあ、秋田県出身の福岡選手ですから、故郷にね、凱旋して意識を語ったばかりで、この後のこの札幌ジャパングランプリ、そして公式戦、今度は憧れのトヨタ選手というふうに仕切りにいっている福岡選手ですが、トヨタ選手ね、この段階ではあの福岡の割と動きを見てあげているというか、まだまだよく見える方ですか、そうですね、何が次に来るのかなっていうか、まあ、実際あの他の人と当たった試合を見るのと、 あと自分で実際試合してみるのと全然違うじゃないですか、やっぱり見るだけじゃ、やっぱり前半はじゃあ多少相手の出方を見るというか、そうです、ね、ある程度相手の技を、まあ、こういっちゃなんですが、相手の技をある程度食ってみて、そうですね、まあ、でもそれほど余裕かましてるあれでもないですけど、そうですかいや意外とそのぐらい余裕を見せての前半戦かななんて思ったんですけれども、こう自分に憧れて
レスラーになった選手とやることなんですかね。やっぱ私がレスリングをもう一回教えてやるよって感じですか、やっぱり。っていうか、なんか自分に憧れて、なんかもうあれですよね、まだ自分完成されてるあれじゃないのに、なんか、その人がいるっていうのは申し訳ないですよね。申し訳ないですか。そんなことがないでしょう。なんかもっと、ねえ、もっと誰かいるでしょう。他の目標にしてくれと。っていうか、なんかもっと目標を、やっぱり目標にしてるだけあるなっていうようになんなきゃいけないんですよね。はい、それは逆にプレッシャーになって、はい、それはそれでまたいいじゃないですかね、自分にプレッシャーになって。そうですね、やっぱりそういう人がいてくれると。やっぱりこれじゃあ逆にあれですか、試合前に結構意識してました。そうですね、福岡選手より自分の方が緊張してたんじゃないですか。あ、そうかも。もうなんか前の日寝れなくて。あ、帰って。そうですよ、もう緊張しちゃって。その分結構福岡選手はこの前の試合とかより、伸び伸びやってるように見えましたね、やってて。ここまではね、確かにね、福岡いろいろ積極的によく攻めてますけどね、だから割とそんなに受けて立つっていう感じでもないですか。そうですね、意外ですね、豊田選手が緊張してなかったっていう。向こうの方がまたあんまりないですけどね、自分そういうこと。別の団体から来てる人の方が割と注目ねされやすいし、割と福岡選手の場合はまあ頑張ればいいぐらいでしょ。でも豊田選手はまあやっぱ差を見せつけないと。そうですね、そうですよね、横綱相撲をしないとね、格の違いというかそのあたりアピールしなきゃいけない。そういった逆のプレッシャーっていうのはやっぱあるんでしょうね。ましたよ、すごく。お客さんも当然そういうの期待しちゃいますしね。あーっと、しかしこの辺は格の違いを見せつけるんでしょう。ランニングドロップキック、福岡や選手の方がまず真似したのってこのドロップキックの形とかでしょ。うん、今ね、そうですよ、今このドロップキック、そしてミサイルキックを直接食った福岡、どんな気持ちでいるんでしょうか。これがこのドロップキックかなんていうふうに、まあ、そんなこと考えてないでしょうけども、実感してるかもしれませんね。これ当然直接このドロップキックを浴びたのは初めて。しかし果敢に返していきます。綺麗なブリッジからうまくホールに固めたんですが、カウントは2。しかしこの辺はね、放送は甘くありません。トヨタ今度は逆にトップロープから、しかし福岡もこれは得意の流れ式のパワースラムに行くのか。来ましたね、流れ式パワースラム強烈。カウント2、これ綺麗だったですね。綺麗ですね、うん、これはどうでしたか、受けた時は。これは豊田選手やらないですね。そう、自分こういうのはやらないんですよ。パワーサップですからね、これね。だから全部が全部福岡選手の技がトヨタコピーではない。ではないですね。いくつかはね、違うやつも。はい、コピーさんで言ったら、まあ、悪気はしないっていうか、どうなんですか。そりゃそうですよ。どうですか、自分にない技を食った時の感想っていうのは。結構驚いたような感じがしてる。なんとも言えない。なんとも言えない。やっぱり同じ技をやるなっていう、ね、戦前の構えがあって、それなら同じ技でこの違い見せつけてやろうとかって考えたんですけど、はい、これをやられたなと、ね、本家本元をこれがきついろいろやっぱ考えたんでしょう。まあ、形は福岡選手の方が自分の何倍も綺麗ですから、うん、そうですか。だから、うん、ね、本当自分雑なんですよ、やることが。まあ、でもその分、うん、まあ、形は雑だけど、その分他のところで違いを見せていこうと思ってたので、まあ、ローリングクレードルとかも、先に向こうもね、そう、5周回したとしたら自分はもっとその場合回そうとか、もう最初から考えてたので、このシーンがね出てくるかどうか楽しみですけども、ローリングクレードル合戦、ご覧のように、ね、同じようなコスチューム着てますので、どっちが回してるんだか
どっちがかけられるか分かんないでしょうね。僕分かんなくなっちゃうかもしれないですけど、目の悪い人は、はい、赤い靴が福岡で、はい、あの白と金はね、そうですね、取れたっていうか、はい、これも綺麗ですね。でもこの日の豊田選手はあんまりカリカリしてなかったですね。なんか、もっとなんか、うん、気持ち的にはなんか、受けてたっていう、そうピリピリしてる人が、うん、あのね、カリカリしてる日多いでしょ試合で。そうですね、やっぱり割と落ち着いてやらなきゃ、なんかいつも自分ってなんか焦ってなんか早いですよ、ね、せかせかしてるだけじゃないですか。やっぱり良さがあるんでしょうけど、はい、ね、福岡選手と当たるときそういうレスリングをやってちゃ、うん、格の違いが出せないじゃないですか。そうですね、もっと落ち着いてどっちに構えてなきゃいけないのに、いつもよく見えてないですよね。しかしそろそろ出てくるんじゃないですか。あ、今のドロップキックもね、先ほどの正面のね、はい、トヨタ選手を真似て開眼したこのドロップキックを刺してダブルアームスープレックス、そのままホールに行きましたが、カウントはどうか、うん、中央で決まりましたが、ここまでは両選手一進一退の攻防です。あっと、これは真似できないでしょう。福岡見事に福岡の肩を利用しての綺麗なドロップキック。あ、そしてあ、これも真似できないでしょうね。福岡はちょっとこの日は綺麗に塗れなかったんですけど、あれ立った後いろんな返し方がありますね。バッチューやってもいいし、そうですね、まだ完成されたばっかりなん、うん、完成されたっていうか、まだやり始めたばっかりなんで、あの最初はプランチャープランチャー系で、うん、これからバリエーションそのうちもう完璧にできるようになったら、うん、もういろんな入り方ができると思うんで、楽しみですよね。楽しみですね。そのうち期待しててください。オープンに振られてそのままトップロープ飛び出ちゃうだけでも、ね、立っちゃうね。ものすごい運動神経だなって思っちゃうんですけど、まだあそこからあるんですか。あ、そして、あ、うまく枠取って、あ、これは綺麗に返して丸め込んだがカウント2。あ、今度はどういった展開を見せるのか。この辺は速い、強烈にね、背中からドロップキックを浴びせていって、さあ、場外へ何が飛び出るか。逃げられちゃったんですよ、という間に読んでます。逆サイドにこれを切ったらおしまいとばかりにね、一目散に逃げてしまいましたけども、福岡選手も多少息荒いですよね。もう、そうですね、そうですね、やはりスタミナっていう、あっと、いやエプロンサイドに立つ福岡に、あ、今度は先ほどはトヨタは駆け損ないましたけれども、さあどうか飛んだ、あ、これは危ない、危ない、これは脳天からちょっとちょっと距離が出過ぎたんでしょうかね。一回転してこっちって感じですね。危ない、大丈夫か福岡。いや驚きました。あ、しかしどうやら立ちきたんですね。すごいですね。いや、福津の投手何するものぞというあの猛転から落ちていったんですけれども、大丈夫のようです。ちょっと離れているか。あ、そしてさあ、起きて破りのローリングクレードル合戦か、うん、どっちがかけているのかよ。さあ、足の取り合いで、まあ、これは福岡が入りましたね、先に。さあ、これはかなりリングのポジショニングもいいぞ。さあ、どんどん回して、あ、しかしここでちょっと崩れたか。カウントは2。回る子が少し、あの描く子が少し小さめだったんじゃないですか。そうですか、ええ、この後、トヨタ選手がお返しのローリングクレードをちょっと期待したいですけどね。あ、そして、あ、さっきあれありましたからね、まあ、2回は通用したいでしょうね。相手見固めはうまく外したか。こちらが本家本元、描くね、円が大きいですね、こっちの方が。足のフックがなんかこうしっかりしているのかなというそんな気もしますけれども、ローリングクレイドル、あ、やはり回転数ではね、いきますね、まだいきますね。このロゴの通りに回ってますね。綺麗ですね、はい、これ意識してるんですか。まさかね、そこの通りに回してる。ロゴまでは見えないですけど、見えないですよね、いくらでも。しかし見せてくれましたね、やっぱり。え、うん、本家本元ローリングクレードル。福岡一体どんな気持ちでこの技をお返しを受けてたんでしょうか。ちょっとね、感想を聞いてみたい気がしますけれども。さあ、そしてこれも足が滑っちゃった。
ムーンサルトはちょっと足が滑ったか。そしてジャーマンの返し、かなり、うん、スピードがあったか。カウンター2、ウィッチもきれいに決まったんですけれども、さあそして今度はボディースラム、今度は福岡選手の同じ技ですね。出ましたね。もう面白いですね、この試合本当に。やったらやり返す、同じ技、美しく決まった。ヒットポイントドンピシャリという感じで決まりましたけれども、ブリッジで返しました。うん、ムーンサルト合戦は福岡1枚取ってからっていう感じですね。うん、これローリングクレイドルだね、福岡選手取ったんですけども、ムーンサルト綺麗にお返しを決めた福岡。そして今度は先ほどのプランチャーのお返しか。今度はさあトップロープから、うわすごい、ブランチャーセコンドも巻き込んでの、いやもろに沼地も巻き込まれてましたね。沼地コートブッタですね、はい、大丈夫でしょう。あそしていやここからまだあるのがね、トヨタ選手のすごいところだ。あトップロープから出ましたラッケブラーが、いやまた沼地でしょこれ。また巻き込まれてしまったセコンドキロドフですけれども、いや苦悶の表情は福岡、うん、やはりね、トヨタもこれがありますからね。ランチャーパーツもいいんですね。いや、これがあったかというふうに思ってるかもしれません。トヨタ、そしてジャーマン、危ない。いや、だいぶ息が上がってきた、トヨタ。ここからはもう消防戦。シングルマッチ、スタミナの面でもね、やはりトヨタは1枚も2枚も上でしょうからね。あ、しかし、うん、バックを取ってるジャーマン、これも綺麗にブリッジしたが、ラウンド2。いや今のジャーマンも素晴らしかったですね。そしてもう一発ですかこれは。あしかし違いますね、何を狙うんでしょうか。しかしあんまり余裕を見ていると豊田選手復活してくるぞ。ダイビングボディープレス、やはりこれだけ時間をかけてしまうと、うん、登るのは早い。あー、ムーンサルトアタック、カウントは危ない。よく返しました福岡。今度は何が来るんでしょうか。あっと、これはノーザンライトですか。ノーザンライト、スープレックスはカウント2。スープレックスの種類ではやはりこれは負けていません。あっと、カン抜きでね、通り投げてのカウントは危ないぞ。大技をバンバンと繰り出していきますトヨタ。スープレックスも一つ一つなんか丁寧にって感じですね、はい。あそして今度はダルマに抱えてジャパニーゾーシャンですか。ジャパニーゾーシャンスープレックス、これで決まると思ったトヨタ選手のコメントですけども、決まってないんですね。ロックが、いやしかし大技、トヨタ選手得意技オンパレード、しかしまだ決まりませんでした、フィニッシュ。福岡頑張ります。さあ先ほど失敗したムーンサルト、ここで出したのは、あっと膝のあたりがもろに胸をえぐった。カウントは、うん、まだ返す、意地があります福岡。憧れの選手にここでね、こんなもんじゃないぞとこうアピールしたい部分ってのあるんでしょう。ここでコールを取られてはいけません福岡、まだ頑張ります。そしてコーナーに、あーこれが、これはすごいぞ、これは決まったでしょう。カウントはカウント3、見事な勝利を収めましたトヨタ真波選手、こちらの方に戻ってまいりました。似た者同士といってはトヨタ選手には失礼なのかもしれませんけれども、見てる分には非常に面白い試合でした。あそうですか、うん、本当でもすごい福岡が頑張ってたと思うんで、うん、自分もなんかやっててすごい楽しかったです。あやっぱりね、なんか表情もすごくね、なんか相手を見つけたというそんな感じにも見受けられましたけどね。もう、ね、うかうかしてると私が追い越されちゃうんで、うん、もうとにかくやっぱり追い越されないように自分ももっと上を目指して頑張っていきたいと思います。でもあのローリングクレードルね、あれは何かこうやってやるんだぞっていう何か意地みたいなのも見えましたけど。そうですね、やっぱあれですよ、福岡よりすごいいっぱい回さなきゃ、うん、やっぱり意味がないですよ ね、 やっぱりね、私が
先にやったので、そして最後はもう持ってるスープで靴一つずつ出していってるってそんな感じでした。そうです、うん、あれでダメだったらサイクロンだったんですか。あでも大丈夫です。あれで決めると思ってた。もう、はい、そうですか。これからもでも楽しい対抗戦になりそうですね。はい、うん、期待してます。はい、はい、どうもお疲れ様でした。というわけでご覧いただきましたように、4月11日オールスター大阪大会で、なんと 3W のベルトが JWP に流れてしまったということになりました。この関西そして尾崎ペアが新チャンピオンということになったわけでありますが、初防衛戦を迎えた今の気持ちを聞いてみたいと思います。あの時の大阪での大会、非常に素晴らしい大会、素晴らしい試合だったように聞いておりますけれども、はい、どんな印象ですか、あの時は。もうベルトを取ることに必死 で、うん、勝った瞬間はやっぱやったとしか思わなかったですけど、あ、はい、あの時はすごくいい連携プレーで最後決まったようでしたかね。あ、ちょうど体が大きいのとちっちゃいので、これはいい技じゃないかなと思って、はいはい、あの時の気持ちっていうのはどうだったですか。そうですね、去年やっぱり、川崎で山田に最後すごい言葉言われたんで、必ずベルトは取り返してやろうとあの日からずっと思ってましたんで、大阪の日はもうベルトを取るだけ考えてました。はい、今日は初防衛戦ということで、特に相手に堀田恵美子選手がいますよね。はい、必ず今日も蹴りで倒したいと思います。やっぱり今日も蹴り合いになりますか。そうですね、でも蹴りの部分、うん、だけじゃなくて、あのやっぱり他の技とかもやっぱり見ていただきたいんで、はい、自分とホッター絡みなんで、やっぱり心のあるプロレスをしたいと思ってます今日は。心のあるプロレス、はい。尾崎選手はどうでしょう。挑戦者のつもりで今日もガンガンいきたいと思います。そうですか。あの時の大阪の時と変わらぬ、はいはい、素晴らしい試合を一緒に期待しております。はい、頑張ってください。そしてこちらがチャレンジャーチーム、堀田恵美子、井上貴子両選手であります。さあ、いよいよ決戦の時ですが、とにかくね、全日本女子の宝取り返さなきゃいけませんね。そうですね、もう今日はあの貴子と2人で、もうその長い旅の間ずっと2人であの練習してきたので、その成果を今日は十分に出したいと思います。はい、井上選手どうですか。この間の 3WA の選手権を大阪で見たときに、どっちが勝っても必ず一緒に挑戦しようという話をしてたんで、もう今回挑戦できてすごい嬉しいです。はい、さあ、そして何よりですね、お互いが、ライバルとして見ている選手が相手にいます。堀田選手の場合はダイナマイト関西選手。そうですね、横浜の時は負けてるので、今日は必ず関西からホールを取りたいと思います。はい、そして尾崎真由美選手にもいろいろ返さなきゃいけない借りがあるんじゃないですか。そうなんです、何回か試合やってるんですけど、私が負けてる時の方が多いので、尾崎からホールを取れれば一番いいと思ってます。はい、2人とも本当に顔つきが全然違うというね、感じがします。期待しております。お知らせいたしまして、富士テレビ局様のエロチームレクリ激励の花束が送られます。本日のメインイベント 3WA 世界タッグ選手権試合、60分3本勝負を行います。
青コーナー挑戦者チーム全日本女子プロレス155パウンド井上貴子、同じく108パウンド堀田由美子。赤コーナー選手権チーム JWP 135パウンド尾崎真由美、同じく185パウンドダイナマイト関西、レフィーボブ矢沢。さあいよいよメインイベントです。 3WA 世界タッグ選手権試合60分3本勝負ということで、現チャンピオンはデンジロ選手ではないんですね、 JWP ダイナマイト関西尾崎真由美組ということで、これ2回目の防衛戦ということになりますね。初防衛戦じゃないですか。初防衛戦ですね、はいはい、このチームの対決は2度目なんですよね。そうですね、ノンタイトルも含めて、はい、で、あのチャンピオンになってからは初防衛戦、当然前チャンピオンはね、トヨタ山田組ということなんですけど、結果的にねタイトル取られちゃって、うん、今日この試合には混ざってないってことですよね。そうですね、さっき起こされちゃいましたね。本当自分たちがまたもう一回すぐ挑戦しなきゃいけなかったんですけど、全チャンピオンですからね。ですよね、リターンマッチがあって叱るべきだったんですけど、だからこの試合はどっちかというと堀田貴子組が望んで実現した一戦というのが感じがしますね、はい、あの特に貴子選手の入れ込み方が結構尋常じゃないっていう。そうですね、尾崎、特に尾崎対象ですね、まあ関西じゃないですか、帰って関西にもね、堀田選手は今握手しましたけども、うん、タガコはすぐに張ってきましたよね、うん、まあ、ある意味でこのタガコ JWP とのね、対抗戦で、まあ、このところ対応してきたという部分もありますのでね、またある意味でダイナマイト関西って選手が一番光ってるレスラーだから、うん、やっぱりぶつかってた方がいいんじゃないですか、うん、豊田選手はね、まあ、残念ながらタイトル取られちゃいましたけれども、その時はこの尾崎関西組どういうチームですか、やってみて、うん、自分で、そうですね、どっちかというと尾崎選手の方に狙えば楽っていうんですか。でも尾崎選手は本当粘り強いですね。粘り強いな、はい、なかなかね、うん、粘り強いですよね。タフですよね、ちっちゃい割に。そうです、体ちっちゃいのに、ちっちゃいんですよね、はい、そしてこの人にね、ちょっと狙いを絞るとなかなか辛いものがあるなという。本当に縦横でかいですね。でかいですね、横もありますもんね、リフリジュレーターというかですね、冷蔵庫、あーでっかい、うん、強烈に一つ一つが重いなという感じがします。さあ、おっと後頭部を踏みつけて、まあ、この堀田との因縁というのもね、一つ横浜アリーナのシングルマッチでは一つ蹴りをつけたというところで、今度は 3WA のチャンピオンとして迎え撃つ格好になりました、このダイナマイト関西。今回は札幌まで全日本女子プロレスのマット参加しての、あっと強烈なキックでタッチをさせません。ちょっと赤子が捕まっております。尾崎のタッチ、チャンピオンチームの方がクイックタッチって感じですね。ここまではそうですね、連携はよくできてますね。さあ、このアームホイップで流れを変えたい全城チームです。挑戦者前場の中でやっぱりあの 3WA のベルトが流出したというかですね、他団体に行ってしまったっていうのは意識としてどうですか、前場内の選手の中で。そうですね、本当初めてのことだから、ですよね、もう本当前場の選手みんなに申し訳ないって気持ちが強いですよ、やっぱり、うん、それだけ、うん、やっぱりダイナマイト関西尾崎チームっていうのがチームとしてすごい完成されたチームだったってことじゃないですか。対抗戦っていろんな相手出ましたけれども、この JWP コンビは常に2人でタッグ組んで出てきてますよね。
そうですね、そうですね、対抗戦になると、はい、まあ、自分たちもずっと、まあ同じね、組んでたんですけど、うん、まあ、あの試合も、まあ、どちらが勝ってもという感じの試合でしたけれどもね、最後は寸でのところで、あーっと、この一大学チームが王座を取ったわけですけれども、なんとか奪回、全日本女子プロレスのリングでもう一度あのベルトを奪回しようという心意気、こういった危機としたものがこの大谷と堀田組には感じられるわけですけれども、やはりダイナマイト関西を強く意識しているって感じですよね、見とけみたく今、うん、ね、一連のジェスチャーが、そうですね、それだけダイナマイト関西中心に動いちゃってるっていう感じじゃないですか、あのムートとしては、うん、あの前場の選手の関西票っていうのはどうですか、関西の評判、うん、敵の大将って感じでしょ、やっぱりやっぱそうですね、JWPでは本当やっぱり体が本当大きい分一つ一つの技が重いですよね、ええ、まあ、当然ね、大きい選手現状にはね、アジャとかブルなんか言わずと知れているわけですけれども、はい、また違った感じですか、やっぱり、そう、やっぱ人それぞれ、うん、ええ、レスリングがちょっと違いますよね、やっぱりね、はい、団体が違うと違い、そうですね、やっぱりそのレスリングそのものの違いみたいなのは感じますか、やっぱり全然違いますよね、やっぱ見方も分かると思うんですけど、うん、具体的には JW 出身の人っていうのはやっぱりあの男のプロレスに近いと思いますよ、うん、ボディスラム一つにしても、ね、うん、強烈、今のはエルボーからリアットかちょっとよく見えなかったんですけども、しかしやっぱりね、一発の技が重いという話がありました、またこのバックドロップ相当数をこなすんですよね、あ、そうですね、これでもかというぐらいね、背投げかなり垂直落下式の強烈な、トヨタ選手なんかやっぱり1試合の中では同じ技はそんな出さないですよね、私は出さないですね、ほとんど自分のレパートリーというのがあって、はい、多いですか、順々に順々にやってちゃうって感じですか、同じスープレックス全然やらないでしょ、そうですね、一度失敗したやつをもう一回決めるっていうのは、そういうのはありますけど、うん、基本的に何度もやらないですね、何度も続けてはあまり、うん、まあ、ジャーマンは結構続けてやる時もあるんですけど、うん、今度は赤コーナーに高く宙吊り、あ、張り付け状態で、あ、膝を狙いましたね、今ね、関西の強烈なキックが、自分が蹴らないレスラーっていうのは蹴られるというのはどういう感じですか、うん、蹴らないでしょう、あんまりああいう風には自分のやらないことをやってこられちゃうわけでしょ、そう、まあ、高子にしてもね、もちろん豊田選手にしてもね、でしょうね、気持ちいいでしょうね、あんなに人蹴ったら蹴ってそうかもしれないけど関西の気持ちになればですか、そう、ね、あ、この攻防結構えぐいって感じですよね、うん、この表情はご注目ください、そんな憎悪というか闘志というかむき出しのファイト、顔蹴っちゃってますもんね、この関西怒ったか、あーすごい怒りの洗礼、ちょっと高くこれはやりすぎたかなという、ちょっと後悔してるかもしれませんが、カウントは顔蹴られるとなんかなおさら闘志が増したって感じじゃないですか、ちょっと堪忍ボコボコ切れちゃいましたね、顔蹴られると変わってきますよね、変わってくるでしょ、あ、そうでしょ、やっぱりなんだって感じでしょ、トップロックから取ってコンヒーロー、カウントは何気なんですよね、この大崎選手の技っていうのは割といろんなことやるんですけど、全部何気なく出てきますから、うん、でドラゴンスリーパー、あっとあっとここで外れてしまったが、もう一回締め直して、結構つかみどころないレスラーと思いますね、体ちっちゃい割に、タフですしね、まあ、JWP の中ではテクニシャンというかね、タフネスでテクニシャンという形で、こういう選手っていうのはやっぱり全日本女子で出てこないんじゃないですか、そうです、何考えてるか分かんない、何考えてるか分からないこの人は、そうですか、なんかプロレスも当たってみて、でもなんかそういう感じはしました、つかみどころがないという、体がちっちゃいのになんか持ち上げたりする技とかもたまにしますし、
全日本選手の体つきっていうのは割とみんなが大きいって感じでしょ、平均的に。自分なんかでも全日本の中に入ると細い方でしょ、細くてちっちゃい方なんですけど、なんかあの尾崎選手とかと当たるとなんかただのでかい女なんですよ。本当でかいですよね。気持ちいいじゃないですか、でかい方、小さいんですけど、まあ、ただリングの中で戦ってる姿を見ると、まあ、そんな小さいって感じません、感じないでしょ、小さいなって感じます、一回りちっちゃいですよね。でもやっぱり持ち上げたりするときはやっぱ全然軽いですよ。軽いなって、ああやっぱそう思いますよね、そうすると、あ、これはもう大技バンバンいけるなとかってちょっと油断しちゃったりすると、なんかとんでもない技かけられちゃったりとか、なんかそういうのがあるんでしょうかね。まあ、大技バンバンやってもホール飛んだけ試合にならないしね、これは結構、難解なレスラーだと思いますよ、難しいですね、つかみどころなくて難しいレスラーなんか褒めてるんだか なんだかよくわからないんですけど、いや、いいとこじゃないですか、でもいいことじゃないですか、それは、ちっちゃくて弱かったら普通ですよ、それまあ、あのちっちゃくて打たれ強くてテクニシャンであることはこれはもう誰もが認めてるところでしょう、あ、その尾崎タコの攻防です。今のこの野郎は井上タコでしょ、はい、言ってましたね、あと急角度バックドロップ投げ捨てた感じになりました、あっと、うわ強烈なホットの蹴り、尾崎もガードしてるんですけれども、体全体が吹っ飛んでしまいます、あっとロープに詰まっての、またこの人はでもゴムのように吸収しちゃうんだと思いますよ、結構弾んでさばいてますよね、はい、蹴りに関してはね、ホットの蹴りっていうのは関西の蹴りにタイプ似てますんでね、関西の蹴りは重さで蹴ってくるってやつですか、もう何千回ときっと関西の蹴りに関しては DWP のリングで受けてることでしょうから、その辺の防御策というかね、吸収してしまうという部分はあるのかもしれません、そしてリング中央、これはテキサスクローバーの形ですか、あ、ここで手を離して肩脚エビだと、やはり関西を意識してのここまで、まだあれですね、堀田関西の蹴り合いっていうんですか、まだないですね、後半やはりその辺に火がついてくるんでしょう、前半戦はなんか堀田選手が高子に行かせたって感じがしますね、そうですか、おっと尾崎が捕まりました、豊田選手ね、3本勝負だと3本分のことを体力というのを考えちゃってますか、最初から、でもそれこんなこと考えてるじゃないですか、はい、あっという間に2本取る、それぞれの1本ずつ体力に続く限り、はい、ああやっぱり、そうするともう3本目なんだら、もうあれですね、もう考える余裕なんかないですね、さらに、でもやっぱり何本勝負かになるといい加減疲れたのにまだ一本あるかって感じじゃないですか、そうでもない、もう3本目になるともう負けられないって気持ちが一番強いから、かえって2本目ぐらいが疲れちゃうっていうより、なんかもう最後残ってないからっていう感じか、下しにしてるわけじゃないんですねスタミナとか、そんなことは全然ないです、60分で3本勝負長丁場になることはこれ必死ですからね、今やっぱり60分1本勝負のメジャーじゃないですか、で60分3本勝負でタイトルマッチやってるのは全場だけなんですよね、ああそうですね、だいたい1分ですよね、はい、ですね、そういう意味では3本勝負は3本勝負なりの戦い方というのはだから3本勝負というか、なんか3番勝負っていうか、シングルマッチ3回やっちゃうような、はい、そういうことですよね、そういうしんどさ、シングルマッチ3回ですよね、本当にね、かなり選手にとってはこれしんどい試合なんでしょう、さあ先ほどからかなりこれ長い逆肩エビ固めになっています、尾崎、まあ長丁場になるという話でしたが、ここで前半戦体力を消耗してしまうと後半ズルズルっといく可能性があります、なんとかロープににじり寄ったこの手を非常にも踏みつけました、さあこの辺り高子らしさが出てきたかなという感じです、こういう子肉たらしいところがいいんですよね、そうですね、最近その辺のなんかすごい珍しい技をやるとか、パッと見た感じなんか
こ憎たらしい、ね、あれですよ、なんかそこ意地悪そうですよね。そうですか、ええ、でもそれがだんだん受け入れられてきたっていうか、それが良さになってきたんじゃないですか、うん、もう斉藤さんは昔から一押しでしたからね、あのこ憎たらしさというか。いやでもね、そんなに一押しじゃなかったんですけど、うん、最近なんかそんなにやることは変わってないんだけど、ええ、みんなが高子のプロレスを良いというふうに思ってきたんじゃないですか、うん、なんかあるきっかけがあって、うん、やっぱ対抗戦で対抗戦は良かったですね、でしょうね、うん、はい、あのお客さんも分かってましてね、ああいうちょっとした高子の、ね、意地悪そうな技が出ると ね、 技とか変わってなくても、盛り上がります。確かにどっかで変身してるんですよね、もう、うん、尾崎がかなり攻め込まれてます、うん、関西いても立ってもいられないという状況ですか。こういう状況が長くて攻めても攻めても拉致開かないっていうのは、あ、この状態じゃ参ってしないわけでしょ。で当然尾崎選手は、ね、尾崎はね、強いということには定評があります。あ、ま、もうあっと出してきましたね。やはり逆エビではラッチが開かないという感じで大技を連発していくんでしょうかね。まずおっと、これはもう急にもうどうにもいてもたっても止まらなくなってしまった。これはブレーキの壊れたダンプカー状態ですね。さあそして どうしちゃったんですか。タッチしてないですね。タッチしてないですね。いや、ハンサーはもう何人これダブルのヘッドバットなんですね。そうですね、はい。ああ、そうなんだ、あ、これもツープラトン、よく使うツープラトンのボディープレス。この2人もオリジナルの合体を持ってるんですよね。そうですね、あ、カウント2。本当は合体サポは本田と高く先に出すべきだったんですよ。そうですね、あ、そして、せっかく挑戦者、これは尾崎得意の変形のドラゴンスープレックス。あ、タイガースープレックス80メートルなんか、そんなのありましたね、はいはい、あれじゃないですか。そうですね、あ、そして今度はやっとこの堀田、そして関西、あ、今のはピラミッドに離したんだけど離しましたね、投げっぱなしにしましたね。そして今度は高子、あ、綺麗にジャーマンで投げたぞ。巨漢の関西をジャーマンブリッジでコールしたんですが、カウントは2。関西が満を持して登場して、しかし今度は大技を連発してくるんでしょうか。うん、張り手一発、場内が湧き上がります。そしてトップロープから、うわ、あっと、あ、流れ式の喉技を落としたんじゃん。喉技落としで切り返したんでしょうね、これは危ないぞ、うん、この返し技は良かった、高子、あ、素早くおったりタッチ、あ、またも合体だ、あ、これは裏面出た、強烈ラリアット2連発。前場のチームは吹っ飛んでしまいました。さあ今度はロープに振って、あっ、得意のフライング、ニールキックを外したの、お、なんとエプロンギル、高子にも一蹴入れた後に、堀田選手ああいう体勢からもニールキックやるようになったんですね。あ、ロープに飛ばして、あんまりね、前はなかったんですよね。おっと、かかと落とし、あっと、もう一発、関西もいろいろと技を繰り出していきます。エルボー一発当てて、あ、これは、あ、早くも出ますか、必殺ホールド、必殺ホールド出た、スプラッシュマウンテン、カウントは、あ、3、尾崎が綺麗に腕を立ててカットしてましたけれども、最近珍しい地域必殺の必殺技って言うんですよね。これが出たら決まるって技最近少ないじゃないですか、はい、大事ですよね、こういう技って。スプラッシュマウンテン1本目、まずはチャンピオンチームダイナマイト関西が宿敵堀田からホールを奪ったということで、これは防衛に一歩近づいたというか、1本目取ったの大きいですね。大きいですよね、はい、どうですか今のスプラッシュマウンテン、見事決まりましたけれども、これは食らってます、散々ね。そうですね、散々というか、はい、やってますね。やっぱりタイトルを取られた試合では合体式でやられましたよ ね、 最後。そうです、はい、相当首から起こったですね。かなり危ない落ち方してましたけど、大丈夫でしたか。大丈夫ってことはないでしょうけれども、大丈夫ってことはないですけど、ね、うん、まあ、最近ね、本当あのこれが出ればまず誰も返せないだろうという、そういう技持ってるやつだっていいですね。そうですね、まあ、北斗のね、技ないところも、ね、ああいう感じですね。そうですけども、
あ、そしてもうこれ2本目も取るんですよ。今絡みしたけど、ああいうのもらったらすごかったですよね。あ、そしてもう波状攻撃だ。ドリアホールパイルドライバー、カウントは2ですけれども、堀田の左足がロープになりました。さあ、そして尾崎のタッチ、うん、あ、これは逆エビに行くところを STF。 JWP という団体のレスラーは割と、はい、いろんな技をまんべんなくやりますね、うん、STF とか割とポピュラーな技になってますよね、うん、割と取り入れちゃうんですよね、すぐに。しかし、うん、やはり大きな堀田ですので、そう簡単にがっちりと決まることはないかという感じですけれども、頑張っています尾崎。苦しい表情は堀田。リング中央、フェイスロックというよりはスリーパー気味にね、腕が入ってしまいましたけれども、ここで諦めた。今度はグラウンドでの、まあ、ドラゴンに近いような感じですね、はい、ちょっとひねりを加えています。さっきのスティーフとこうやってなんか寝てから持つ技は多いみたいですね、この選手。さあ、2本目一気にねストレートで決めてやろうという JWP 現チャンピオン、 3WA チャンピオンチームですけれども、そうはまあ簡単にはね負けられないのが前場挑戦者チーム。キックも強烈。さあ、関西堀田のキック蹴り合いがこの辺から出てくるのか。さあ、勝負は2本目に入っています。もう前場挑戦者チーム後がありません。1本先取されての2本目。今度はスリーパーホールド。だいぶ堀田が腕が太いんでしょうね、やっぱりね、動けないですね。なんかロープに逃れたいところなんですけれども、やはり体重もあります。そして腕もこの腕っぷしというかね、すごい。あっと、これでチキンウィングだ。いや、これも厳しく。やっぱり男のレスラーというか男のプロレスから、ね、はい、入ってくる技がすごく多いですね。さあ、がっちり決まった。リング中央、ここで外して、今度は三角締め、三角締めというやつですか、はい、これも男の技ですよね。ですね。さあ、堀田がちょっと捕まっています。関西蹴りだけではなくて、こういった締め技、この辺も非常に力強く粘っこい。豊田選手はこういうものはもらってますか、こういうなんか締められたっていうような。あの、当たった時ですか。いや、自分で当たった時やってないですよね。どうですかね、そこまで。まあ細かくはね、細かくは覚えてないっていうか。大きさを感じますかね、やっぱりあのダイナマイト関西、こうやって実際当たったのぶつかると相手の大きさっていうか、はい、やっぱり体の厚みっていうか重さっていうか。トヨタ選手はでもあれでしょ、関西何度かスープレックスで投げてるでしょ。はい、その時は重いですか、やっぱり。そうです、あの、うん、やっぱり体が大きいんで、うん、自分は手が長い方なんですけど、はい、手が回んないんですよ。どうなるほど。太いから難しいですね、それね。はあ、だからロックがきちんとできなかったり、そういうこととかもありますね。やっぱりサイズってのはね、大きいですね。はい、今度は高子と関西の攻防で膝十字。高子もこの技にはかなりこだわりを持っている。自信持ってますよね、はい、この技には。最近はロープに振ってこう飛びついてね、膝十字やったり、いろんな入り方を研究しているようですが、さっきの膝にドロップキックしたのはいいですね。最近流行ってますね、あれね。そうですね、あのコーナーにね、宙吊りにして膝に行ったりしますもんね。膝とかこう集中的にドロップキックとか痛め技されるのって痛いでしょ、痛いっていうか嫌でしょ攻められ方としては。その後やっぱり自分とかはロープに飛んでったり、そういうのをやってるんで、ちょっと足を攻められちゃう、
とちょっと辛いものがありますね。走りもダメになりますね。ダメになりますから、関西攻略法というかそういったものはどの辺にあると思いますか、豊田さんなんかは。やっぱり蹴りとかそういうの使うんで、やっぱり足を狙った方が、うん、足をやっぱり集中的に蹴りを出させないように、うん、下半身から、まあ、大きい選手得てですね、下半身攻めていくと意外ともろかったりっていうのもありますけども、ね、まあ、ただこの関西、ね、なかなかそう簡単にはね崩れないでしょう。いいですね、本当膝十字されてるのに、はい、立っちゃったでしょ、それをね、そのまま効くかってことですよね、うん、おっと追ってみろこの野郎、かっこいいですね、そしてやっぱり足追ってみろ、じゃあ追ってやるというこの高子のね、意地を見たいもんですけれども、ゆっと足首も上がってますが、高子、そして関西のこの辺のなんか表情は、なんとも2人ともいいですね、訴えかけてくるものがあるような気がします。さあそして自分のコーナーに持っていって、高子選手の動きとなると無駄な動きなくなったですね。あ、そうですか、うん、なんか、うん、おっと先ほどの返し強烈だろう、キック、いや後頭部かなり効いてますね。あっと今の当たりが浅くて良かったなというすごいキックでした。あ、差し物関西もあれを何発ももらってはグロッキー、追ったの蹴りもこれは関西に全く引きを取りません。ローキック系が多いですね、それで、ホット選手の場合は、はい、ですのでこういう体勢で長く、ね、いるとね、どんどん顔を蹴られるんですが、足を取って、あ、しかし倒せない。蹴り合いも面白いですけど、この肘打ち打つのも面白いですよね、はい、面白いって言ったらあれですけど、エルボーね、2人とも、あっと今神経に良くなると思いますよ、本当なんか首筋に、なんかだって、はい、ね、三沢選手のエル、あのエルボーとかも打ち抜き一つですからね、あれでね、フィニッシュホールドになっちゃいますから。あっとこれも尾崎昔から得意技にしているネックブリーカー、ネックブリーカードロップカウント2、体が小さい上にちゃんと飛んだりして、はい、なんかテコの応用を見たくてやってきますよね。そうですね、首を起点にして自分でぐるっとこう回っちゃうよね。これがあったか、お客さんも分かってましたね、盛り上がりました、流行ってますもんこれね、そうですね、カメルクラッチをやれば蹴り使う選手は必ず使ってますよね、必ず。これも、まあ、言わずと知れたトヨタ選手も何度となくやられてる方ですね、どっちかっていうと。すごいですよ、もうカバーしようがないですからね、本当もう前に来られた瞬間もうくる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 って あの曲がったようなんです、見えますよね、やっぱり、うんうん、あれが来るか、見えるからもうどうしようもないから、来るの分かってんだけど動けない、来るの分かんないけど動けないって感じで、もうやられるまんまになるしかない、精神的にもダメージが来ますね。だいぶ動きが出てきたの、この2本目なんかネックブリーカー先に打ったのが尾崎だったんですね、はい、ですね。押し打ちはこれは尾崎の勝ち、あっと腕を固めて素早いノーザンでスープレックスカウント2、ブリッジなんか綺麗ですね、綺麗ですね、はい、はい、スピードがあります。あ、そして足を畳み込んでの強引に持っていきました、サソリ固め、どっしりと腰を落としたら、これは逆に技をかけていただけに若干無防備になった、その額を朦朧につきました。でもこの相手を逃がさないところがすごかったですね。そうですね、倒れてもこれだけの蹴りが入ってたんですかね、すかさずこう倒れたまま足をフックして腕をね、あの首に手回しちゃったですもんね、はい、やはりこのプロレス根性というかね、そういったものはもう頭が下がるものがあります。なんかレスリングをやるとか技をやるというよりはなんか戦ってるというような、うん、この人の場合ね、はい、今日のダメージはもう何するものぞということで、また攻めまくります。先ほどのダメージって
蹴りの、あ、蹴られてた、うん、なんか本当全然ダメージないですね。ね、攻め出すと強いですね、この選手は。さあ今度は首を決めています。顔を意識しましたけれども、さあここで尾崎にタッチ、ん、場外に誘いました。さあこの展開で尾崎貴子が場外戦だ。さあ一発フェンスに叩きつけて、そしてリング内では関西が待っているぞ。うわすごい豪快なバックドロップ。本当バックドロップなんかつなぎでたまに出してきますね。はい、そのわけでかなり高角度と高子がちょっとグロッキーか。今のバックドロップかなり決まって、これも尾崎得意のサンダーファイヤーパワーボム、カウントはしかしつコンパクトにねまとめてきましたね尾崎のね。そしてさらにジャーマン、あ、これも綺麗に弧を描いたぞ。危ないぞ高子、いや後がありません。前女これを取られてはストレート負けという屈辱を味わうわけなんですが、そうはしかし終わってはいけない前女挑戦者チームです。さあこれも旋回式のボディープレス、あ、しかしこれちょっとあたりが浅かったが、カウント2、多少あの角度が逸れてもまとめるのうまいですよねこの人。ああ、なるほどね、ええ、すぐに足から見たりして、はい、とりあえずフォールの形にしちゃうでしょ、うん。でボー&アローの、うん、ファイヤー入れ替わってカウントはアンドから返して、さあちょっと攻防がだいぶ静寂の中にね進んでいきますけどね。ここでロックで、あっと気強いですね、気強いですねという今度は関西ちょっとね高子攻められっぱなしでね、この辺で反撃が見たいところですけれども、ギロチン落としてすぐさま髪の毛をムンズと掴んで首4の字、うん、ヘッドシザースって感じですか、シザース、うん、あ、ちゃんと腕を抱えてるんですね。さあブリッジでなんとか返そうという高子ですけれども、なかなかこの太い足巻きついているこの太い足がなかなか外れません。ここで今チョークとアピールしていたんですけどもね、まだ行きます。なんかもうぐいぐいじわじわと高子を集中的に攻めようというチャンピオンチーム。おっと、そしてスタートです。 TF もういろいろな技をあれ手を変え品を変え繰り出していきます。2本目はだいぶこのグラウンドの攻防でね、どの選手もいろいろとバリエーションを見せてくれますけれども、そうみたいですね、はい、さあなんとかロープに逃れたいんですが、この辺が意地が悪いというのはもうこの尾崎もね、赤子に引けを取らない部分ですけれども、さあちょっとロンリーバトルに続きたかと心配そうに見るはコーナーの取ったですが、うん、後頭部にギロチン、ちょっと防戦一本になってしまったか。おっとここで合体殺法、何が出るんでしょうか。ボディスラムも叩きつけて、あっと太三分、いきなり、うん、これは予想だにしなかった攻撃で、おっとこれだいぶ効きましたね今のはね赤子もびっくりしたじゃないですか。本当なんか本当突拍子もないですね。ね、なんかありますよね。この辺りがこの、ね、うん、尾崎のね戦いにくいところですが、このアイムホイップは返さず返したのはいいんですが、しかし赤子も喉輪を落として返して、さあロープ振り合いになって、あ、これはうまいぞ、うん、変形の
あれを狙ったんですが、しかし今度はバックドロップを返して変形ドラゴンスープレックス、尾崎のフィニッシュホールドだ、うん、しかしカウントは2。やはりこのゲームはタックマッチ、おものすごい一発をもらってしまった高子、大丈夫でしょうか。いやー、隙を見せるとものすごいキック飛んできますからね。あーっと強烈、口に一発もらいましたか。高子口を押さえています、大丈夫でしょうか。あーっとちょっとフラフラだが、うん、しかしまだまだ、うーん、これはもろに抑えられて、そのまま、いやーものすごいぞ、豪快ですね、豪快な攻め、ね、やっぱ大型選手っていう感じのプロレスしましたよね。はい、選手ね、ケリーはそれにしてもすごいですね。さあチャンピオンチームの合体だが、これはうまく高子が押さえて、足を抱えてバックドロップ、さあそして満を持して登場、堀田、もう今までの鬱憤を晴らすでしょう。こういう連携が一番いいんじゃないですか。うん、あー後頭部もろに決まった。さあ先ほどから攻めまくっていた関西もさすがにちょっとたじろむか。さあ関西堀田一転してパワーとパワーのぶつかり合いになってきました。串刺しのラリアット、今度はお返し、串刺しのニールキック、ちょっとあたりは浅かったか、でも本当まあよく届いたなって感じですね。はい、そしてさあダブルアームに抱えて得意のチャンスですよね。はい、タイガー、あー、うーん、あー、しかし、あ、腕を取って今度こそいった、いやー、しかし、あー、大投げ入った、って言ってれば、そうですね、今ひょっとしたら、ね、ひょっとしたかという感じですけど、一番大きいチャンスですよね、はい、今度も、いやー、しかしまだ堀田にはね、あのタイガードライバー、連携のピラミッドドライバーという一撃必殺技を持ってますからね。あれがまだ今日はパワーボム系はいっぱいあるんですね、割とね、ですね。あ、しかし JWP チーム、あー、しかしこれは自爆、うーん、ちょっと安易に連携を狙いすぎた。そして今度は、あ、これはこれは、あ、合体で、あー、あ、すごい、とすごい黒字に曲がってしまった関西、これは差し物、関西も効きましたね。あー、そしてもう一発いきます、タイガードライバー、かなり角度高角度、過去のカットもあったんですけれども、やっぱり手持っちゃわないとダメじゃないですか。あ、しかしもう今度こそ決める、次は決めるんじゃないですか、はい、あー、出ますね、デンジャラスな技だ、デンジャラスな技だ、出ました、ピラミッドドライバー、カウント、これは回数でしょう。いや、さすがの関西もね、これだけの技を技で一発で切ったらさ返せないですよね、これはね。またあの尾崎選手から取ろうとしないで、はい、ダイナマイト関西から取ろうとしたところは、うん、なんか、うん、お返しって感じ、その意地があったんでしょう。いや、あの巨漢関西から合体のね、のど輪落としから、そしてタイガースープレ、タイガードライバー、そして最後は天下の宝刀ピラミッドドライバーで、なんと関西から2本目を取ったこの全日本女子チーム。関西が弱っちゃうとあのチームも困っちゃいますね。そうですね、そうです、まあ、尾崎選手の力が落ちるとかそういうことじゃなくても、まあ、あくまでね、やっぱり関西あのデコボコの良さがあったじゃないですか、うん、だから、いや、お互いの役目が結構決まってるから、はい、あのタッグチームとしてはやりやすいかもしれないですけど、はい、あ、これで、まあ、星の上では5分と5分、いよいよ決勝の3本目、今ゴングが鳴りました。すでに両チーム2本合わせると30分以上戦っちゃったわけですよ ね、もうすでに長期戦ですよね。3本目、どういった展開になるのか、もう、あバンテージっていうか、はい、あのコルセットをね、今巻いてますね、巻きましたね。やっぱりだいぶ腰が悪いんでしょうか。あ、しかし関西蘇っちゃいましたね。あれだけの技を食らいながら、かさずバックドロップで返した関西、バックドロップ本当によく使ってきますね、うん、なんとも、あの展開を変えるというかね、流れを変える一つの技として、
バックドロップを使っているようです関西。さあここは関西がかなり先ほどの攻撃でダメージを受けているので尾崎が頑張っていかなければいけないチャンピオンチーム。どうですかこれ2本目に2本終わって1対1、3本目に突入しましたけれどもね、前女チーム王座奪回へどうでしょうか感触は。まだまだこれから分かんない。まだ分かんないです、うん、ここまではどうですか豊田さんが。そうですね、やっぱチャンピオンチームの方が結構攻め込んでますよね、うん、そうですか。2本目はねかなりいい連携で取りましたけれども、でもこれからきっとやってくれますよ。そうですか、はい、まだねどっちのチームがフラフラになってるって感じでもないですね。まだ、はい、まだ平均的に疲れてるっていうかみんな平均的に変な言い方だけどね、うん、あとあっと腰に巻いていたコルセットを取って、うん、あこれはそしてこんな腰にああいうの似合いますね尾崎選手ね。あーヒール的なね、まあ、これってもともとヒールでしたからねしばらく。あそしてこんな簡単にタッチ、あ先ほどね腰を悪くしている部分というのをかえってこのバンデージを巻いて露出してしまったかのような、うん、巻かない方が良かったんじゃないですか、うん、なんか巻いたら いかにもそこを痛めてますって教えてるようなもんですよね。ちょっとその辺はちょっと失敗だったかなという感じを高子はですね、やはり実力拮抗してますので怪我をしているところ攻められたりするとこれは致命傷になるかもしれません。このタイトルマッチさあ先ほどのコルセットが裏目に出てしまった高子腰を、ね、これはもうレスリング鉄則なんですけれどもね、まあ、相手の痛めているところを攻めていくという非常にもね、あっとなんとそこの腰になんかレッグドロップというよりはヒップドロップですよね大きなお尻ですからね、これまともに食らうとシフォンといっちゃいますねって感じ。さあフェイスクラッシャーで、ああもうこの辺もね、いやーわーっと腰を重点的に踏みつけて、やはり、まあ、JWP になってねヒールということは言われなくなった尾崎ですけれども、この辺は血が騒ぐんでしょうかね。なんとも憎たらしいファイトを展開している尾崎、ちょっと高子心配ですが大丈夫ですかねこれ腰は。長い間攻められます。引っ張ってねギブアップと言えというねこの尾崎、んちょっとまた高子が攻められています。ちょっと腰が心配です。あっとドロップキックで返した、んなんとかタッチをしたぞ、あ強烈なハイキック、しかしなんかどっかさばいてるって感じ。そうですね、あのやられてはいるけど、ね、体を飛ばしてブロックしてるって感じですよね、うん、それが今度はね下を蹴っていきました。堀田慌てて関西のフォローに入りました。あーそしてバックドロップ、やっぱりパワーありますからね、どこ持ってもぶん投げちゃいますね関西のバックドロップ。そしてお返しエルボー、ここにヒットさせた堀田。と関西って本当になんかこうファイトスタイルしてますね。エルボーの打ち方一つとかね意識してるんですかね。あーそしてショートレンジのゴリアフのパイルドライバーが脳天突き刺さりました、うん、これは一転して前途チームチャンス、挑戦者チーム流れがこの辺で変わってくるか。あー来ましたねこれは。これですか、はい。さあ、堀田の蹴りが入った、入ったそうですね、これは。いや、今、カメルクラッチに固められそうになった尾崎の表情が何とも良かったですけどね。何とも言えない気持ちですよ、これは。やべえっていうね。
うわー、これも強烈だ。やはりこの辺は体重が軽い部分ね、出しやすく持ち上げられてしまう。ああいうね、投げ技ってあんま堀田選手やんないの、うん、ね、本当はあんまりやらないみたいな、はい、で今度は高子蘇るか。ちょっと後手後手に回っていた高子ですけれども、この辺から息のいいファイトを期待したいところです。2連発は2のストーンパイルドライバー、もう一発いきますね、これは。ここで頑張ってほしいですよね。そうですね、その人が3発もやっちゃうって面白いですね、うん、しかも間髪入れてね、ええ、こういうのも新しい、なんか自分のね、バリエーションというかパターンにするんじゃないかっていう感じがします。さあ今度は7式得意のアームホイップに行くんでしょうかね。これ投げ切んないと怖いですよね、見てると。そうですね、ああいったー、距離が出た時はかなりダメージがあります。まだまだという感じ、尾崎スタミナはまだまだ残しています。お、そして抱え上げて、あ、これ、あれ、パワーボムですね。これは危ないぞ、危ないぞ。あー、雪崩式のパワーボム、危ない。これすごい、これはすごい技だ、ね、カウント入る。これ絶対入ってましたよね、関西が変わってこなければ。関西が、あ、尾崎、あ、これグロッキーです。尾崎完全に、あ、あ、今ほっぺた叩いても起きませんでしたけども、大丈夫でしょうか尾崎。あ、もう体の芯が抜けてますね、抜けてますね、はい、あ、脳震盪でしょうか、うん、これはチャンピオンチーム最大のピンチを迎えました。これでもこれ一気にいかないといけないですね。あ、しかしレフリーストップですか、今ちょっとインジュリータイムが取られてたんでしょうかね。これはでも全場チームでこれチャンスですからね、やらせろというところでチャンスだから、ね、あ、しかしこれ、あ、完全に脳震盪、あ、完全にこれは意識を失っています。あ、起きませんよこれは。こういう場合はどうですかね。今正式にはタイムは止まってはいないんでしょうけれども、ダウンカウント取るんですね。あ、ダウンカウント、あ、ダウンですね。これ10カウントでノックアウトということになるんでしょうか。しかし中ですからね、あっと10カウントが数えられます。はい、さあ、ゲロが出ましたね。あっと、しかしここで手を出すともう一度10カウント、もう一回最初からですか。はい、セブン、しかしこれ意識したんでしょうか。あ、カウント8、うん、大丈夫かな。今カウント8で、あ、ファイティングポーズ取ってますが、いきますかね、これは。あ、ファイトの声が、あ、尾崎館内から尾崎コール、あ、非常にもキック、ハイキック、いやー、四つん這いになって声援を送る関西。ダウンカウント取るってことはノックアウト勝ちとかもあることあるんですよね、はい、可能性としては。いや、これは関西、うわー、そしてその後頭部にもう一発決めた、非常な攻め、取った、うん、いやー、それにしても足取りの差が厳しいですけれども、脳震盪でフラフラの尾崎、やー、やっぱプロレスってすごいですよね。こういう時ってボクシングはもうすぐそこに試合争いのストップになりますよね。いや、これ、あ、しかし読みが入った、いやー、この尾崎の根性にも頭が下がる。カウント2、結構ポーカーフェイスだったりするんですよね。いや、どうしてあんなことができるんだろうというこの状況で、いや、しかしまだちょっと体の芯に抜けたような感じですが、まだ意識朦朧ですか、これ。ここはチャンスなんで、ガンガン、もうガンガン行かないといけないですね、はい、これね。いやー、これはしかしアクシデントと言ってもいいんじゃないでしょうか。あのものすごい流れ式のパワーボムを食らった尾崎、完全に一時意識を失った状態、脳震盪の状態になっています。先ほどのあの丸め込んだ返し技なんかはもう体が勝手にやったというか、本能で意識のうちに出ちゃったって感じですね。それにしても予想だにしなかったこのハードな展開。ああ、もう関西が見ても立ってもいられず、フォローに入ります。
ハンクラーをね、なんとか一人助けなきゃいけないですね。関西も五分奮闘、もうこれは1対2の様相と言っても過言ではないでしょう。尾崎だいぶ来てますね。あ、そして関西、ものすごいエルボー、意地の張り合い、そしてフェンスに叩きつけた。どうぞ、危険です、お下がりください。やっと場外戦、うわ、強烈。結果的にやるのは礼儀って感じですね。尾崎と高子、尾崎が高子、尾崎よ、これ全部後ろ連れてっちゃったんですね。髪の毛掴んでね、どこまで連れてってしまうんでしょうか。高子どうなんですかね、あの場外に移して、どこにあるんでしょう。これはリング内で勝負に行った方が前場の挑戦者チームとしてはいいんじゃないかという気がするんですけれども、先方どういった形か。あっと、これ場外で、これ舞台の上でボディスラムですね。ボディスラムやってますね。うわ、ちょっと食らって、このフラッシュの、ね、フラッシュの瞬間にちょっと尾崎の体勢が見受けられるんですけれども、あー大丈夫か、ちょっと危険な状態になってきました。チャンピオンチーム、リングが遠く感じますね。ずいぶん遠くまで来ちゃって、やっちゃったんですね。満員のね、この中島大会のお客さんも固唾を飲んで見守っています。カウントは、そうですね、場外のカウントはないですね。さあ、やっとリング内に戻ってきました。リングが降りてるんですね。はい、うん、試合を再開するのが先決っていう感じですね。そして先ほどの試合の権利があったのは尾崎と高子ということになりました。おっと、張り手、あー、バックドロップホールド、モードに入ったが、あ、これは関西が出てきたので意識的にね、逃げましたけど、高子、尾崎の張り手も結構すごかったですよ。なんかぶん回してね、あーっと、もう、いや、尾崎、これいくら打たれ強いと言ってもこれ、でも返すことは返すんですよね。ふにゃふにゃでしょ、信じられないこのタフネス。わーって、やっとここで立ってきた。大声援を受けて関西、怒りのバックドロップ、バックドロップを使ってきますね、はい、必ず。さあ、そして倒れたところをすかさずキック、もうこのパターンというか定番ですね、関西ね。そうですね、バックドロップで倒して起き上がりざまをキック。あ、そしてパイルドライバー。さあ、もうここでね、尾崎をなんとか休ませて回復させてあげないといけません、チャンピオンチーム。どうでしょう、ちょっと挑戦者チームはあれですね、勝機逃しましたかね、ちょっとね。そうですね、あそこで一気に行けばよかったんですけどね、うん、チャンスだったかもしれませんが。でもそんなこと言ったら両チームともにあんまり決め手はないって感じですよね、うん、今のところ。ただ耐久戦になってきちゃってるなっていう、いわゆる消耗戦、どっちが先に決め手っていう決め手がなんか見えてこないですよね、うん、どっちが先にバテてくるかというか、そういう予想さえ来てましたけど、これ60分の3本勝負、どうかすると60分過ぎてしまうという、あまり時間ないんじゃないですか、可能性も出てきました。そうですね、もう3本目ですし、はい、立ってますからね。さあ、スカッと脇固めは選手っていうのは聞こえますか、何分経過っていうのは。割と聞こえる時もあんまり聞こえない、聞こえないですね。でも20分経過とか言ったら、ああ、やっちゃったって感じはしませんか。そう、終わった後にはこんなにやってたんだってぐらいですね。 あんまり聞こえないですか。聞こえないし、5分経過、今3本目が15分経過ということですね。3本目が15分経過ということはもう全部足してもそんなにないでしょう。そうですね、1本目が16分54秒という記録、それから2本目が18分2秒ですから、これはもう残り少ないですね。そうですね、はい、10分切ってるぐらいですね。そうですね、10分ぐらいですか。そろそろこれはお互い取りに行かないと、これは引き分けで王者チーム防衛ということも考えられますからね。逆にこれは耐久戦に持ち込んで引き分けドローで防衛というのを
いや勝ちに来るでしょ、やっぱりそれは。そうですか、気持ちとしては、うん、そうですよね、やっぱすっきり勝ちたいですよ、それそうですよね、はい、わざわざ引き分けね狙う人は、うんうん、ないから、なんか本当に両チームともに決め手を書いてるっていうようなそういう印象がありますよね。ここで一発決めてればというシーンもあったかもしれませんけれども、あと一歩、ここで尾崎ですが大丈夫でしょうか。今声援が、ね、届いたんでしょうか。うわーっとロープリフト張り手、うわ何かもう本能で動いている尾崎、あしかし張り手、ロープリフトの張り手っていいですね。あそして高子に、あすごい高角のタイガードライバー、いやー危なかった。どうなると今ブーイングですね、出てくるなっていうか、白熱してきましたから、はい、邪魔をするなというかカットをするなというか、現状のリングなんですけどね、先生と戦えるってことでしょうね、はい、あそしてもう投げ捨ててのパワーボム、危ないぞ、カウント 2.8 ぐらい前でできました高子、なんかどの大技でも3入っちゃいそうな感じがしますよ ね、 ここまで来ると。今度はまたアサリ、さすがのダイナマイト関西の技も2巡目に入ってるんですよね、うん、あなるほどね、なんか新しいのはなくて、うん、同じ技をもう一度繰り返して使うっていう風な、そうですね、さっき2周ぐらいしてるんでしょうね、やってましたね2周、なそういうの失礼かもしれないですけども、やはりそう打者2巡してますね、うん、何せ60分ですからね、かれこれもう50何分戦ってるわけですから、当然お互い手の内は朝も尽きてくるでしょう。尽きてきちゃったんですかね、うん、こうしますとやはり消耗戦、どちらが先にバテてくるか、意外と思わぬなんか丸め込んだりとかそういうので決まっちゃう可能性もありますのでね、気が許せません。これも強烈腰にキック、合体サポをたくさんやったチームが勝つって感じがしますね、はい、ここからは、うんうん、さあこの合体サポが先に出すのはどっちか、あ、尾崎が飛びますか、セカンドロープに足をかけてるが、あっとセカンドロープからコンヒーローを見舞ってきました。ちょっと低空だったんですけれども、はい、あそして関西が飛びますよ、あ飛んだ、しかし自爆相打ちですか、辛いですよね、大きい人飛んでくると、いやチャンピオンチーム相打ち、決まってたらたまったもんじゃないですね、危なかったですね、うわそして追い打ちをかけるこのボッタのキックも強烈、しかし関西という選手は飛んじゃったりもしますから、すごいですね、この人は本当に、先に打ちつけて場外を蹴りまくります、こった時間がないのでね、この辺はあまり場外に天井を移しているとあっという間に時間切れということもありえます、なるべく早くリングに潜ってほしいというのはお客さんが思っているんじゃないでしょうか。残り試合時間5分というコールがありました。さあ選手の耳に今届いたんでしょうか。いずれにしてもこれは場外乱闘している時間もありません。あそしてイングライは高子が尾崎をバックドロップホールド、高子が技に矛盾しちゃってるんですね、うん、はい、さあそれを堀田、堀田もしかしまだ堀田はあるでしょう、あっと口出しのかかとのあたりを当てました、ね、はい、ニールキッカーもう一発いきましたね、あ本田ラリアット、しかし外した、あフェイスクラッシャー、対角線、そして関西、おっとトップラックが危ない、あしかしダイビングヘッドバットギリギリのところでかわして2本目をこの流れでものにしたホットですが、カウント2、今度3に近かったですね、そうですね、ホッター高子、残るはおっとこれも
ね、これが好きなんですよね、ボクシングパンチ。今日初めて出しましたね、ボクシングパンチ。そうですね、ずっと練習してましたからね、ボディーブローから。そして、あっと、だるま式ジャーマン、うん、カウントツー。これもまた武漢関西からいい技じゃん、ベルトをもぎ取ろうというこの意地があります。あ、そしてオーナースペシャルを狙うか。高子まだこの得意技を今日は出していません。オーロラスペシャル、あ、堀田が、あ、向こうで、そして高子がオーロラスペシャル。でも相手選手を肩の上に乗っけちゃって上に立っちゃうってすごい難しいですよね。そうですね、一発ビューッと取らなきゃいけないんでしょ、いやー、しかし今危なかったですね。関西尾崎がカットに入っていなかったらひょっとしたら3カウント1分いたかもしれません。あー、これが自爆、あー、痛い。さあ、残り時間がなくなってきました。あー、バレットチャンスになっちゃいましたね。一転して今度はチャンピオンチームがチャンス。あー、張り手の応酬だ、すごい。もう取りに行かなければ間に合いません。3カウント大技で取りに行く両チーム。あーっと、またロープに振って張り手、そして DDT。 いい事実ですよね、はい、躍動感あふれる DDT がヒット。そしてサンダーファイヤーパワーボム、カウントどうか。うーん、ギリギリのところで堀田が入った。タッグマッチですので、ね、やはりタッグの連携でカットをしていかないと、おのずと、あーっとスリーカウント狙えないが、合体を出そうという。しかし尾崎変形のドラゴンスープレックスボード、これは決まったか。残り試合時間は2分しかありません。何があるのか、チャンピオンチーム、何があるのか。ああ、そうか、やはり1本目を取った。この場でしかないでしょうね、関西は。やはり、あ、堀田のラリアットをかわして持ち上げた、スプラッシュマウンテン。しかしこれは投げつけましたね、このままホールにはいかず。いや、危ない危ない。うわ、エンズイラリアットも一人暴れ回る関西ですけれども、高くかなり大きい。ちょっと表情、目がうつろです。あ、そして合体だ、合体だ。これは 3WA のタイトルを取った、あ、違いますね、後ろ向きで。おっと、ドロップキック。うーん、この合体技で来ましたけれども、危ない。残り試合時間1分。あのままね、あのブルドッキングみたいにね、行くのかと、行くのかと思いきや、ドロップキックでね、前に落とした。でも勝負を急がないとダメですよね。そうですね、チャンピオンチームは。これは合体のスプラッシュマウント行くんですか、これは。いや、すごい技になりそうだ。うわー、すごい。いやー、この表情、高子危ないぞ、返せないでしょう。残り時間30秒、ね、残り時間30秒。選手がフォローしますね、一応ね、ギリギリのところでフォロー。あー、もう一回いきます、もう一回いきます、もう一回いくぞ。20秒、さあ20秒、残り時間20秒、早く行かないとこれは危ない。あー、尾崎が登って、あー、来た。あー、すごい。この技で 3WA を奪取した。10秒、残り時間10秒。あー、もう時間がない。ここで無情にもゴング、なんと60分3本勝負だったんですけども、時間切れということでね、フルタイムドローということになりました。 3WA の移動はこれはなしですね、なしですね、はい、いやー、クータさん、はい、どうでしたか。そうですね、この2人で取れなかったんで、今度は自分たちがもう調子を取り直して、今度は取り返しに行きたいと思います。それを期待していると思います。今日は斉藤さん、斉藤さん、どうもありがとうございました、はい、興奮の中島体育センターより失礼いたします。大丈夫か。ちょっと尾崎真由美選手がとてもインタビューをできるような状況ではなさそうですので、ダイナマイト関西選手だけにちょっとお話を伺いましょう。やはりというか、すごい試合になりましたね。あの 3WA 持って初めて防衛したんですけども、やっぱり挑戦者の魂というか、うん、根性はやっぱりきついものがありました。なんかやっぱり前場のベルトのまた重さを感じたっていうか、私たちも一から出直しです、もう一回。でもその中で、このベルトを守り抜きましたね。はい、
一日でも長く、持ち続けたいです、どうですか、戦ってみたい相手ってのはまだまだいるんじゃないですか。そうですね、井上京子選手とかアジア選手ともやりたいですけど、やっぱりこのメンバーで3本勝負決着つかなかったんで、やっぱり決着つけたいです。もう一回やりたい、もう一回やりたい、ね、まだまだ大きい大会もありますし、もう場所どこでもいいですね。いいです、もうどこでも、もうどこでも、もし前場の会場だったらどこでも飛んでいきます。そうですか、カード組んでくれるんであれば。わかりました、次の防衛戦も期待してます。、はい、ありがとうございます。じゃあ、尾崎選手のところ行ってあげてください。すいませんでした、どうもありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。